こんにちは、師匠のつぶやきです。今回はレジ袋の代わりにスカーフや風呂敷を使ってスーパーの買い物をするというのをやります。スーパーやお弁当屋さんでレジ袋はいりません。でもレジ袋に入れるとお弁当の中身、お寿司の中身とかが偏ってしまうことがあります。今回の結び方はそれを防ぎます。ご覧ください。風呂敷の真ん中にお弁当を置きます。そして、上下の角を上に持ってきます。その角をずらします。ずらして交差させます。右手は左に、左手は右の方に持っていきます。そして結ぶ、これだけです。簡単なのでお試しください。